さあ、そしてここを外しまして、こちらでございます。じゃん。さあ、メインでございますよ、こちら。まあ、こちら通常メッシュね、入ってますんで、いろいろちょっとね、こちら説明書とかも入ってますし、まあ、これちょっとね、US ものなので、海外ものですけどね。さあ、こちらね、これですよ、もうケーブルがあるってことは見てください、これ。ね。これがもうメインディッシュですよ。メインディッシュって言い方よ。これメインですよね、これが。じゃん！こちらでございます。はい、なんと、これモバイルバッテリー付きということで、これね、なかなかないですよ、モバイルバッテリー付きの。で、こちらにですね、見てくださいね、チャージができると、 USB ポートと。で、まあ通常充電するときはですね、こちらのケーブルで充電しますので、で、こちらの方に充電します。で、充電して、これから、充電するという形になりますね。まあ、いろいろとちょっとポケットあるんで、皆さん見ていきましょうね。まあ、ここはちょっとモバイルバッテリー用ポケットですよね。そういうのね、なってます。そしたらですね、いろいろここペンがかけられたりとかですね、ここにもあって、これ、まあ、例えば、ね、僕の iPhone ね、まあ、ここにスポット入るわけですよ。ちょっとね、ゴムの感じとか、ちょっと、なんでしょう、柔らかい感じになってますんで、ちょっとね、広がりますので、入りやすいと。まあ、こうやって感じで入れてもいいですしね。これたまりませんよ、これ。で、こちらチャージができるということで。で、まあ、いろいろポケットがね、まあ、大体スマートフォンサイズですね。いい感じのサイズが、こちらになっております。なので入れて、まあ、僕でしたら、ルーターを入れたりとか、ね。ルーターをここに入れておくとかできますしね。いいですね。まあ、なかなか結構いろいろとスペースが、1個、2個、3個、4個、5個ぐらいございます。そしてここにメッシュのあれがありますから、ケーブル系を入れてね、補えばいいということになってますね。これは素晴らしい。さあ、続いてですね、こちら、はい、こちらがですね、通常の本当モバイルバッテリーとかも含めず入れないところですね。服とか入れられる場所、こちらもスペースが結構広くなってます。ほら、見てください、結構広いですね。これはいいですね、広くて、結構服とかも入れられるので、やっぱこれね、普通に旅行とかでこれ一発で行けるかなと思いますよね。本当に一泊二日ぐらいだったらこれぐらいで行けちゃうんじゃないかと思うぐらい、スペースがあるということで。で、これでですね、さらにね、こちら開けます、開けちゃいますよ。これはもう結構下まで開くということです。じゃじゃじゃーんとね、はい、こんなに開けてしまいます。さあ、そしてですね、これが皆さん、こちらだとこの iPad を入れると、今の時代ですね、これ iPad を入れる用のこのバッグでございますね。そしてこちらがなんと PC ね、まあ、僕なんかちょっとエアーもねありますから、これをエアーを入れるなんていいんじゃないですかね。入れます。これなんと僕11インチなんで、こう MacBook Pro とかね、あれでも十分いけるんじゃないかという感じですけどもね、かなり広く使えますよ。まあ、だから一番背もたれてね、衝撃も、そしてこの下の部分ちゃんと配慮できてますね。もうほんとクッションがしっかり入ってます。なのでこうね、もしこれを入れた状態でね、どんどん置いても衝撃が、防げるということで、これね、やっぱりね、すごいスペースが結構あるじゃないですか、ね、で、さらにすごいっていうのが、このモバイルバッテリーをつけてるところ、
けてるところからのこの配慮ですよね。やっぱりここ皆さんこれありますよね。これなんとね、これ例えばこれモバイルバッテリーをつけたとしましょう。まあここですと通常ね、iPad だったら普通に USB の自分の充電器をつければいいんですけど、例えばここに付属してつけました。そしたらですね、この穴が通るんですよね。穴通るじゃないですか。通ったら通ったで皆さん、これが隣の部屋まで続いてますね。隣の部屋まで続いてますし、それでさらにこれがですね、一番後ろのね、この一番後ろのところね、この背面の、とこまで来ますということで、これ充電できちゃうということで、素晴らしいですよね。まあ、それでまあ、それでいてこう通常にもうか背負っていられるということがもうほんとすごいなと。これはね、やっぱりいいね。皆さんこれ良くないですかね。で、しかも僕がこの黄色を選んだ理由はね、ちょっとこれ2014年ね、今年もですね、新しいモデルがですね、3月出るんですよ。で、まあ通常の黒とグレーが、これだと、2013は黒と黄色と、あとちょっと緑っぽいやつが出てるんですけども、2014年はですね、全くモデルは変わらずですね、出まして、黒と、灰色のみになってしまうんですよ。だからちょっと僕はね、今年のちょっと限定としてもうこれ黄色買うしかねえなと思って、ちょっとでもね、合わせるの難しいなと思ったんですけど、だけどね、もう黄色にしちゃおうということで、もう黄色にしました。もう旅行行ったってこうね、黄色のバッグだったら目立ちますからね、迷わないね、自分で忘れても黄色いバッグ、黄色いバッグって言えるということで、目立つバッグにしましたね。で、これで通常のモバイルバッテリーも使いつつ、いろいろとちょっと収納もありますから、これはね、期待できるなということで、今年14年はね、これを使い続けたいなと思います。で、14年でモデルが変わらないっていうことは、やっぱりね、性能機能がいいということなんですよ。なので、またさらにね、使ってって良いとこ見つけていきたいと思うんですけども、まあね、これだけ収納スペースがあってね、通常先ほど持ってたリックと、まあ、容量があんま変わらないということなんで、これ容量自体は32リッターということで、まあ結構入りますよ。なのでちょっとね、そのモバイル機器を、常に持ち歩く方にはぜひおすすめな、こちらロースペースサード2チャージドということで、こちらね、ぜひ皆さんゲットしてみてくださいね。